おはようございます、今日はじゃ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 ーん、バインミー食べに来ました。イエーイ、超嬉しい。しかもここなんだっけ、ヒュンホアだっけ、ヒュンホアっていうのかなっていうバインミーのお店、すごく有名なお店みたいなんだけど、ここに来てみたんだけど、普通のバインミーよりすごいボリューム。ちょっと見てね。じゃーん、わー、すごくないこのボリューム、すごい。早速ちょっと食べてみようと思います。イエーイ。これは酢、生酢みたいなものを入れて、好きに入れて食べるそうです。食べていこうと思います。じゃんじゃじゃん、見て、ナマスとあのキュウリとかネギとかお野菜入れてみました。もうパンパン。これ食べれるのかな、これどうやって食べるんだろう、これ。ね、僕なの。何？ミス。あ、映ってる映ってる、今映ってる。美味しそう。いただきます。ちょっとこれはボリューミーだな、だいぶ。うん、あ、おいしい。うん、めっちゃおいしい。いろんなお肉入ってるから、食べる場所によって味が違うかも。うん、ね、それがまたすごいおいしい。うん、息子はパクチーが好きなので、私は食べれないんですけど、パクチーを入れてくれって言って今食べてます。さっきまですごい行列だったの。でも私たちが買い終わったらなんか誰もいなくなった。ちょうどそういう時間帯だったのかな。はい、というわけで全て食べ終わりました。美味しかったです。めっちゃ美味しかった。こちらのバインミーのお店は並んでるところからこうやって調理してる様子が見えました。もうこんなにたくさんの種類のね、お肉がバインミーの中に入ってるんですよね。そしてこちらはもうまるで洗濯機かのようにですね、パンを放り込んでおりますね。ホーチミンでの YouTube 撮影が終了して、今ショッピングモールに来てみました。結構なんか広くて、知ってるお店もたくさんある感じです。ちょっとここで洗顔がないので、松清があるそうなので、松清で洗顔を買っていこうと思います。見て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 、我らが日本ダイソージャパン。え、すごい嬉しい、嬉しいんだけど、ちょっと行ってみよう。100円均一超好きで、すごい、ベトナムならではの100円ショップ。こんなの日本じゃ売ってないよね。もうちょっとでテトだから。面白い。あ、この辺は日本のもあるね。100均ってもっとあってもいいと思うんだよな、海外に。最高ですね、これはね。なんか安心するわ、やっぱり。めちゃくちゃ素敵なレストランです。わー。こちらのお店は、紹介してもらったんだけど、クアンブイガーデンというねお店だそうです。外も中でも食べれて、めちゃくちゃ雰囲気が良くって、観光客の方がねめちゃくちゃ多かったです。とても素敵なお店でした。じゃーん、来ました。まずはね、なんか絡まり的なイカフライを頼んだつもりだったんだけど、上がってないですね。ちょっと一口食べてみます。どんなんだろう。
うまっ、おいしい。ガーリックバターです。ガーリックバター、おいしい、うん、こっちも、こっちはガーリックライス。あ、これはすごい淡白、淡白ですね。フルーツみたい、とっても美味しい、うん、です。まだあと何人か来るので楽しみです。クワンフイガーデン、クワンフイガーデンっていうお店で、とっても雰囲気もいいし、あの観光客が多めかなと思います。メニューもめちゃくちゃいっぱいありました。めちゃめちゃ悩みました。美味しい。春巻きが来ました。じゃーん、美味しそう。このスイートチリにつけて食べるそうです。食べてみます。美味しそう。スイートチリ大好きなんです。ライムがめっちゃ効いてる。それがすごいさっぱりしててめっちゃ美味しい、うん、大好き。お、来た。まずね、じゃあメイン、うん、なんだこれは。めちゃくちゃいい雰囲気。外で食べるのもありだね。いい感じ。はい、お腹がいっぱいになったので、ホテルに向かってる途中です。とても夜景がすごいね。あの高層ビルがね、本当にいっぱいありました。そしてホテルの付近にはこんなねクラブとかもあったりして、結構12時ぐらいまでは音がガンガン鳴ってましたね。もうすごい盛り上がってるよね。こんな外でね髪を切ってる人なんかもいました。これはまた次の日かな。この日はねバスに乗ってスイティエン公園かの方に向かってる途中ですね。バイクの量がすごいでしょう。すごい運転スキルだよねこれ。感動しちゃったよ。あ、これバスの中の様子ですね。多分なんか乗務員さんのお子さんなのかな。そしてここが、スイティエン公園の中です。なんかカートみたいなのに乗ってなんかぐるーっとね回らせてもらえるんですよ。っていうのも敷地がめちゃくちゃ広いの。本当に信じられないくらい大きいから、まあ歩いて回れないこともないんだけど、暑いしね大変なので、まあ最初これでこうぐるっと回ってから行きたいところに行くっていうのもありかなと思います。私たちはなんかどういうシステムかがちょっと分かってなかったので、まずね入り口から反対側まで半周
半周このカートに乗って行きました。でこの中にはこうやってすごいね、いろんな神様がこうなんかなんていうの、神様の作り物をこういろいろなところに置いてるみたいです。なんか巨大なね、とても巨大で派手なものがたくさんありました。これも多分手と旧正月ですねに向けての多分なんか飾りなんでしょうね。全部がでかいの、とにかくここは。で中にはこの遊園地だったりウォーターパークだったり、なんかねいろんな遊び場があって、でもガラッガラなの、人がマジでいないから並ぶことは一度もありませんでした。だからちょっとね不気味よ人がいない、こんなに派手でなんかいろんなものがあるのに人がいないっていう、なんかこう不思議な場所でしたね。その中心部からはねちょっと離れてるから、まあ 4,50 分ぐらいかな、バスに乗ってでしたね。そう、でも お子さんがいる人とかファミリーはとかだとなんかまあ楽しいのかなと思います。そして一番奥にはこのワニがいるねところがあって、ここで餌をあげることができました。何してんだろう。え、あれ本物だよね。うん、本物。え、なんで口開けてんだろうか。死んじゃったんだろう。死んだの。え、みんな口開けてるんだけど。みんな口開けてんだけどなんで。え、何してんの。ね、俺本物だよね。本物だよ。あ、動いた靴閉じた。あ、動いた。動いた。なんでちょっとだけ移動したんだろう、え、これ口開けて何やってんだろうね。乾かしてんのかな。みんな口開けてるよ。なんか理由があるはずだよね、これ。調べてみよう。うん、調べてみよう。これなんでこんな山積みになってんの。手かわいい。うん、手プニ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 の手。ほら、カメさんがなんでこんなに山積みになってるんでしょう。起きた。かわいいね。本当におっぱい飲んでるね。ちっちゃい。ちっちゃいけど体の針あるんだね。うん。お顔見たいね。今は水林園公園だっけに来ています。のウォーターパークの中ですね。で今来てます。じゃーん。こんな感じです。そろそろ上がろうかな。疲れた。うわ。わあ、Thank you。Thank you。はい。そしてもう散々遊んで、帰りのバスの中でとっても綺麗な夕日が見えました。もう動画じゃね伝わりにくいと思うんだけど、すごく綺麗でした。そしてその後はこちらのお店でソフトシェルクラブとかね、カニ料理をいただきました。美味しかったです、すごく。見た？皆さん見てくださいじゃん。今日はピザ 4PS って書いて、なんて読むんだろう。4ピースでいいのかな、ピザ4ピースかなっていうお店に来ています。もうね、弁当市場のすぐ目の前にあるお店で、めちゃくちゃ人気店らしく、ここのベトナムだけじゃなくてカンボジアとかで、日本にもアザブ、なんだっけ、元アザブヒルズだっけに、もう入るらしいですよ。そうっていうお店に来ました。はい、食べていきます。4種の
チーズのピッツァです。イエーイ、食べてみよう。美味しそう。うん、美味しいよ。美味しいね。すごいリアクション。好きだった？うん。うん。あ、Thank you。わあ。You so much。Okay。Thank you。じゃじゃじゃん。ワタリガニのトマトクリームパスタを頼んでみました、はい、私はワタリガニのクリーム、あのトマトクリームは日本でもあると必ず頼んじゃうんだけど、ちょっと頼んでみた。ピザが有名なお店だけど、ちょっとパスタも食べたくなったので。カニも一緒に。うんうん、すごいカニの風味が、あのアメリケーヌソースが大好きなので、私はすごく好きな味です。おいしい。日本にもお店できたの嬉しい。食べに行きたいと思います。日本でもめちゃくちゃおすすめ。なんかあのすみます芸人ダブルウィッシュの中川くんにここのお店教えてもらったんだけど、すごく有名みたいで予約がないとあの入れないみたいなんで、私も本当は夜来ようと思ったんだけど、夜ね予約が全く取れなかったです。そうだから、来たい人は結構早めに取っといた方がいいかもしれません。はい、というわけでとっても美味しかったです。じゃあこの後はちょっと観光して来ようと思います。ただいま地元のバスに乗って、じゃじゃーん、アンドンプラザにやってきました。でかいでかいでかい、はい、でかいです。でかいです。ビンタン市場はホテルが近かったので行ってたんですけど、アンドン市場は初めて来ました。はい、この辺は中華街があるということなんで、アンドン市場に寄ってちょっとプラッと見たら中華街をプラつきたいと思います。中華街にはごま団子がある。あ、あるかな。よいしょ。でも今もうお腹いっぱいなんだけど。あ、待って、なんかベンタン市場よりなんかデパート感がありますね。うん、デパート感。ですね、まさかのさっきのがアンドン市場だと思って入ってたんですけど、あのちょっと見てたら、あれはアンドン市場ではございませんでした。こちらがアンドン市場でした。まあどっちにしてもでかい。ちょっと入ってみますね。なんかでもベンタン市場にやっぱすごい似てるかも。1階はやっぱり宝石店と、このなんかピーナッツとかコーヒーとかそういうものがありますね。こんな感じで全体市場似てるね。とっても似てる。あ、クジャクの羽。はい、アンドン市場の中に入ってきました。お店はこんな感じでぎゅうぎゅう。で、なんかもうちょっとで多分テトだから、あの閉まってるお店もこうやってシャッターになってるところも結構あるんだけど、多分本当は全部これ開いてて、でこうやってお店の人がこうやって椅子に座ってるんだけど、みんなね、なんかみんな何かしら食べてるんだよね。いつもどこ行ってもみんな何かしら食べてる。そうで、こうやって服がいっぱいあったり、靴の貝があったり、下着の貝があったりしてます。
ここは中華街なので中国服がありますね。こうやってなんかみんな食べてます。本当になんかこっちのご飯ってあんまり一食がそんなに多くないから、なんか軽く食べるみたいなのを結構一日だから5食とか食べたりすることがあるみたいです。そしてアンドン市場から次のタンディン教会へ向かうまでの間にあった、あのなんか願いが叶うと言われている神社みたいなんですけど、そこにちょっとやってきました。じゃーん、着きました、タンディン教会です。すごい可愛いですね。今なんかテトがもうちょっとなので飾りをつけていますが、私は個人的には飾りがない方がいいと思います。こちらのタンディン教会なんですけど、私たちね、行ったタイミングが悪くて、ちょうど閉館の時間だったんですよ。そうなの、せっかく来たのに、中に入れなかったんですよ。残念。行く人はちょっと時間をね、気にして行った方がいいかもしれません。4時だか4時半には閉まっちゃうみたいな感じだったかなと思います。調べてから行ってください、ぜひ。でもね、まあ外観だけでも、とっても可愛かったです。また来たいな。なんかすごいあっさりそうな。うん。あ、美味しい。この間のところより美味しいかも。味がしっかりしてるね。あ、そうでした。今日は日本みたいにすすっちゃいけないそうなんですよ。ズルズルってやっちゃいけないんだって。なんか、なんて言ったらいいの？うん。すっごいさっぱりしてるけど、味がしっかりついてるのが美味しい。ウーホはテスみたいな名前なんだけど女子スタメンバーのみよひちゃんの弟くんがねおすすめということで教えてもらってきました。とっても美味しかったです。じゃーん、サイゴン中央郵便局へやってまいりました。やっと着いた。さっきの教会から歩いてきました。20分ぐらいかけて歩いてきました。中に入ってみようと思います。平日は19時までやってるそうです。どんな感じなんでしょうか。すごい賑わってる、人がいっぱい、みんな青材を着て撮影を、写真撮影してますね。おお、どんな感じなんだろう。中はこんな感じになってます。なんかここから日本にお手紙を送ったりすると楽しいっていう風に聞いたんだけど、どうやってやるんでしょう。ここで、ここが窓口で送るみたいです。これはハガキなの？ハガキじゃないね。あ、ここで書くんだね。なんかハガキ売ってるって言ってたんだけどな。ポストカードをゲットしました。はい、ゲットしたのでこれを息子のおじいちゃんおばあちゃんにそれぞれ送ってみようと思います。この絵はここのサイゴン中央郵便局の絵ですね。ちょっと何があるのか分かんなかったので、とりあえずこれを買ってみました。今からこれにお手紙を書いて送ってみようと思います。
お手紙を出そうと思うんですが、よくわかりません。よし、2枚できました。これを送ろうと思います。え、どこだろう？向こうって？あ、ポストね。おー、Thank you。 行ってらっしゃい。届いてください。バイバーイ。来ました。こちらがフーティウでございます。フーティウの汁なしというものを頼んでみました。フーティウっていうのはあのフォーの麺がもうちょっとなんか細くってなんか歯ごたえもあるっていう話なんだけど、どんな感じだろう。食べてみたいと思います。今食べてみたんだけど、なんかね、スパイシーで美味しい。なんかね、本当にちょっと一瞬なんかカレーっぽいスパイスの味がします。とっても美味しい。でも食べやすい、味がしっかりついてて美味しいです。ヘビー、臭みない、美味しい。スープも胡椒辛い感じのスープで味が濃いめで私は好きです。え、これから VBN 通りをただただ通り抜けてみようと思います。とにかくきらびやかで音がすごい、近いな車が。3回目のマッサージです。めちゃくちゃ気持ちいい、上手です。明日からは北東に行きます。Just a two of us forever. With the
人の気持ちは大体